どうも、ショータイムゴルフです。おお、ちなみにあのグリーンの幅以外 OB なんで。そうだ。あ、言わないでもらっていいですか。打ってからだったらよかったんですけど、多分勝谷さん普通に距離的にね、グリーン届くよ。ちょうどいい感じだよ。うん、ちょうどいい感じ。304ヤード26ヤード、うん、何も考えない。あのコースの幅がフェアウェイだと思って打ちね、はい、こっちの方向っすね。次のホールの真ん中ぐらいになります。遅いよ。何今パッて言ってた。ポッて言った。パッて言ってちょっと。いや、ね、ひどいな。完全に F ワードですよね。ファあ、優しく言ったらいい球ですね。うまくなってない。簡単にですね。これ素晴らしいです、ね、ナイス、完璧です。素晴ら、いや今ちょっとドライバー決めときたかったな。だいぶね、取れ高です。取れ高ショットさんびっくりしょ。ドライバーでかいでしょ。スプーンでいいんじゃない。スプーンでいいって、マジで、うん、スプーンで乗ると思いますよ。ボールの下さなんだ。何番ですか。6番。まあまあ、もういい球だけど、まあ、ユキメス、はい、ありがとうございます。さよなら。民家直撃じゃない。さっきのパバーディーパット外したのも取れたかったよ。絶対入れるよりも盛り上がります。外すんだよこの野郎みたいな。うっせぇバーガーピーだピー。153の11打ち下ろし。153万のこっからね。153、いや100ピーだ。140弱ぐらいでいいっすよ、ピッチング。オッケー。今の音良かったね。ナイソン、ナイスショット。あ、これ難しい、このカメラ。おー、これ上でやった方がいい。すごい手ぶれが。カツヤさん、何ヤード。100ヤード60度。おー、ナイスオン。それはあるな。マークしようとしてじゃん。これ脇これ締めたからね。それペナルティじゃん、それ。ペナルティだよ。お先です。ナイスパ。ナイス。いや、ほんとごめんね、過小評価しすぎ。ごめんね。おお、オッケー、オッケー。ツーダウン、ツーアップ。476ヤード、右ドック
大丈夫。攻めーな、秋山。どこ行った？超攻め。はい、あれベストジです。ふも、うん、すごいとこ向いてます。向いた方向にまっすぐ、あれいいのからのスライス OB です。OB あれいや、ワンチャンあるけど、まあ、あったところでって感じ。俺のあるじゃん。ショウゴの見ての撮ってたから見てない。向いてんね。勝谷さん、あっち向いてましたよ。じゃあ、球はそこまで悪くない？うん、悪くないですよ。向いた方向まっすぐ出てフェードって感じ。おお。まあ、でも全然あれは大丈夫。この方向ぐらいと多分ね、途中で止まってるっすね。うん、だけどまあ別に悪いとこじゃない。でもね、飛んでたら越えて向こうのフェアウェイ行ってる可能性なくもない。ぶっ飛んでたら。はい、暫定球打ちます。うん、これはまあかん、まあ大丈夫。右の斜面ぐらい、まあ、落ちてくるとは思う。下まで落ちきらんのよね。いいしょ、うん、ありがとう。おぞう、誇張しすぎた誰々のモノマネとか。雑魚師匠ね。雑魚師匠、うん、だからダメですって。ジショック風評被害出るから見せないで。俺の前面見せないで、風評被害出ちゃう。僕の飛びすぎた完璧なティーショットは不採用で、この翔太さんのボールを僕が次打ちます。入ってない。5番や。はい、5番や。190。ピンはこの木の裏側。あー、全然できない。あと行ったよ、あと行ったよ。あー、ちょっと今のなし。もう一回これか。握っちゃった。まあいいんじゃない。まあバイ取れます。うん、取れる取れる。正午、俺の球があってグリーンまで190ヤード4番アイアン。どこ？あ、ちょっと越えたとこだ。もう転がんないよね。言うて半分ぐらいまでキャリーさせて。ごたくはいいから早く打ってよ。これ簡単だわ。簡単？簡単だ。イージーアプローチ。うん、行って行って。勝谷さん、3打目60度グリーン奥から、まあ、おそらくね、あそこ奥にあの次のホール行く道があるんで、多分逆目ですね。みんな歩いてるんでね。逆目からの下りへのアプローチ。鈍い音したけど、いや、うまいんじゃないこれ。うまくね。うまいよ。いや、うまいね。うまくして。逆目でポッコンしたけど下りだったから助かったパターンですねこれね。はい、ショートさんのアプローチ。まあイージーなんでね。重いよね。止まる。上りなんで、はい。止まります。これも入れてくれるでしょうね。それは止まんない。止まったわ。うんうん、ナイス。オッケー。いや、オッケー。オッケーねえ、あれは分かんない。あれは分かんない。目つぶっても入れるだろう。でもテレキ、じゃあさっきの俺らのロングオッケーだよな。ああ、なあ、あれな。いやあれオッケーだな。いや、翔、これマジ決めてくれ。すげえ大事。はい、バーディーパット。
シャキーン。G の女神。今シャキーン1を、シャキーン1使ってますから、シャキーン1。何？わかるんだ。誰も。シャキーン1。誇張しすぎた自由の女神。やるのか出るのか。加藤さん喋って。解説して。解説して。解説して。カットカット。だからつまんないって思うんだ。お母さんに。いや、ここは本当にチームメイトの伊藤君に期待しているところです。上りのフックと見たいところでしょうか。さて彼のパターを見てみましょう。面白いスパイクを履いています。あ、フックだった。ほらこれ見えてたもん。ちょいフックよこれ。夜来たの。めっちゃ出てた。いや、えぐい。前見えない。俺も来る途中ゲリラ豪雨だったもん。前見えない。168？ はい。打ち下ろし入れて。いや、打ち下ろし15。こっから？うん。153。もっとあると思うんだけどな。ちょっとショートしたらどうですか？ゆうさん。え？ゆうさん。ショートさんが気だった。ショータイムゴルフのスタッフだね。いいぞ。これ。あ、測り間違えたかも。超。こいつも7番で打ってたなと思ったんだけど。176じゃん。打ち下ろしがそんなないってだけだと思う。170の打ち下ろし10ぐらいで。上げてるっすね。3ヤードで1でいくか。いや、いいよ、9で打って。9で打ったら参考になるから。いいよ。結構上げある。うん、あるよね。届いてね。いい球だけで届いてないね。ナイスオン。すまん。8番やん。シャンク全然参考ならんね。シャンクさ、シャンクさ、テレどこ？テレどこ行った？どこ行った？全然ボール分かんなかった。ごめん。いや、サブグリーン乗ってる。ショートさん160、165ぐらい打っていいっすよ。8番、うん、お、巻いたけど、まあまあまあ、いい球だぞ。ナイスオン。ナイス。バーディーだ。バーディー。ありがとうございます。うわ、減った。母の日、なんかしたみんな。何もしてない。お前ら親不孝だな、本当によ。母の日に祝勝会出てた。俺は手紙あげて。母の日、普通にゴルフしてる。手紙あげたって小学生。あえて手紙が嬉しいんだよな、こういうのってな。なんかしたでしょ。え？ありがとうくらいが言ったで。何も言ってないと思う。いつも言ってます。ヘルキのお母さん、いつも言ってます。あ、それはいい、大事。こういう名言があるんだよね。母の日、何も言わなくても伝わっている、でも言った方がもっと伝わるよっていう。あー、来てしまった、やばい。ダメ。オッケー。行きます。うわ、切れる。切れる。オッケー。はい。いただきます。やばいやばい。雨がやばい。どっちもやばい。ワンダウン。え、そうなの？え？あ、さっきか、さっき。高評価とチャンネル登録お願いします。